マッシモ・フィリッポ・アントン・ジュリオ・マリア・フレッチャは、イタリア出身の指揮者。ピストイア近郊バルディブーレで、ピストイアの貴族の家系に生まれる。幼少期から、アマチュアピアニストの母親から、音楽の手ほどきを受け、6歳からバイオリンを始めた。1923年に、フィレンツェのケルビーニ音楽院に進学して、ルイジ・ダン・ラピッコララと親交を結び、 音楽院の学生らとアマチュアのオーケストラを結成して指揮を実践的に学んだ。その後、ウィーンに出てフランツ・シャルクの境外に接し、パリに行きイーゴリ・ストラビンスキーをはじめとする芸術家たちと信仰を結んだ。1933年から1935年までブダペスト公共楽団の指揮者を務めた。1937年にニューヨークへ行き、 ニューヨークフィルハーモニック公共楽団のレビソン、スタジアムで行われる下記の演奏会を指揮してアメリカデビューを果たした。1939年から1943年まで、ハバナフィルハーモニー還元楽団。1944年から1951年まで、ニューオルレアン公共楽団。 1952年から1959年まで、ボルティモア公共楽団のそれぞれの主席指揮者を歴任した後、1959年から1963年まで、ローマイタリア放送公共楽団の主席指揮者を務めた。その後は、世界各地のオーケストラに客演した。日本での演奏活動は1967年5月に、 NHK 公共楽団の招きで来日し、定期演奏会3公演を指揮している。2004年に、ローマ近郊ラディスポリにて没。ラストールや2013年10月8日時点のオリジナルより、アーカイブ。2013年10月8日閲覧。マッシモフレッチャ。テレグラフ .co.uk。オリジナルの2013年4月21日時点における、アーカイブ。 h t t p s a r c h i v e i s i q h z e 2 0 1 3年4月21日閲覧。マッシモフレッチャオい。ありがとうございます。